タトラ T6 は、かつてチェコスロバキアのプラハに存在した、KD タトラが製造した、路面電車車両。1970年代に展開された、タトラ T5 をもとに改良を実施した、電気子直波制御装置を用いる形式である。導入都市や、車体設計、台車間距離の違いによって、以下の4種類が設計され、従来のタトラカーの後継車両として、各都市に導入が行われた。 主にソビエト連邦の路面電車路線向けに設計された車種で、同国及び崩壊後の諸国では T3M とも呼ばれる。サイリスタ直波制御方式を用いた制御装置を含めた主要機器やカッター運転台の車体構造は T6A2 や T6A5 と同型だが、車幅が2.5メートルと広く、全長も16.4メートルと大型である。 T6A2T6A2B6A2 主に東ドイツの路面電車路線向けに設計された車種。他国よりも狭い車両限界に合わせて車幅が 2180mm に抑えられたのが特徴である。電動車の T6A2 に加えて東ドイツには付随車である B6A2 も導入された。T6A5T6 バイト5をもとに チェコやスロバキアの路面電車へ向けて製造された車種。導入都市の線路条件に合わせて車幅は2500ミ、mm、リメートルとなっている。新造車の T6A5 に加え、タトラ T3 の台車や一部機器を流用した T6A5.3 の試作も行われた。T6C5、T6A5 をもとに、終端にループ線が存在しない路線でも、走行可能な両運転台車両として設計された車種。 企作者一両のみが製造され、当初はアメリカニューオーリンズで試運転も兼ねた、営業運転に用いられたが、2020年現在はドイツのシュトラウスベルク鉄道に在籍する、タトラ T6 バイト5に関するカテゴリー。ありがとうございます。